もうね、グラトニーのクエストもあと1日で終わってしまうんで、まあ、せっかくだったらね、今現状の新しい編成でやっていこうと思いました。アイテム話行ってみましょう。ハム太郎でございます。目指すは1万再生でございます。最近でもまた再生回数伸びたいんだよね。まあ、そうだよね。うん、分かっちゃいるんだよ。知名度がね。あと技術。ああ、まあまあ、そこら辺行ったらもう切れないからやめよう。まあ、マイナス意見やめようぜ。オッケー、運極ボーナス助かる。じゃあまず、今回のクエストなんだけども、まあ、グラトニール。このクエストね、登場した当初は、ケットシー積んだり、パンドラ積んだりして、アイテムなし攻略が結構難しいなって。まあ、難しいなまでいかないけど、いや、難しいわ。うん、ごめん、難しい。難しいなって感じだったんだけど、そっからね、わずか1ヶ月で、大半入れ替わったよね。まず大前提に、やっぱルナタンだよね。圧倒的だよ、ルナちゃんは。こいつの存在がでかすぎる。こいつ多分今後のクエストもいろいろぶっ壊してくれると思うんだけど、やばいバフ使い。はい。で、昨日別動画撮っちゃったけど、ジャンヌ。こいつさ、もちろん、ネットに書かれてるのは、いやいや、今の時代に原則壁ないとか草でしょ、みたいな。原則壁はねえし、ブロックも持ってねえし、どこで使うんだよってなるかもしんないけど、じゃあこのグラトニールはって聞いたら、絶対ついに決まってんじゃん。だからグラトニールでね、花咲かせようじゃないか。行ってきましょう。で、喋ってる間にバフをかけ忘れるっていうね、せっかくの SS ターン短縮もらったのに残念。だからこいつら、ほら、この、きっちりさ、真ん中より上全員。てか、真ん中も含まれてる気がするけど、価値なんてワンパンなんじゃないのこんな。ほい、ポンポン。あ、ワンパンじゃねえや。ごめん。あ、しかも今一瞬価値の HP 見たけど、ワンパンじゃなかったわ。ごめん。あ、でも、ま、半分ぐらい削ってたから、ルナのバフかければワンパンになるかな。で、パンドラは特にやることないから、まあ、下のね、キラー対象じゃないのを削るとか、なんか、地雷回収するとか、そういう感じでやっていこう。本当はね、さっき、このパンドラ枠のところを、武田信玄にして、最新キャラで重力バリアキラー多すぎ行くさーみたいな感じで動画撮ってたんだけど、地雷で死ぬっていうね。4ターン以内に処理すりゃいいって話なんだけど、じゃあ俺にそんな技術があるか、いいな。ない。ちょっと厳しい。OK、ここでバフかけよう、バフ。で今バフかけちゃうと、途中で切れるかもしれないから、そこからもね、なるだけルナタのバフは短縮かけながら、まあ、バフの切れることないよう、頑張っていこうと思います。ました。ました、ました。じゃあバフかけよう。このバフがね、ある種ゲーム性ぶっ壊してる気がするんだよね。だって2倍だよ。2倍。攻撃力2万の子げたら4万になんだよ。いや、すげえ当たり前のことなんだけど、当たり前のことなんだけど強すぎんって話よ。はい、じゃあ抜けました。バフかけ終わりました。じゃあここから無双していきましょう。まあ、どの程度無双になるかわかんないけど、アイテムなしでも多分かなり余裕で抜けていけるんじゃないかな。ああ。これ、こいつだけ、こいつだけ入ってるね。カンカンカンで終わるんじゃね？あ、だよね。強っ。強いなー。友情も。ああ、まあ、爆発系とはいえちゃんと倒したね。オッケー。パンドラか。パンドラは別に、まあまあ、ルナのね、SS を短縮するぐらいでいいかな。こういう下組、こいつらはキラー対象じゃないから、ちゃんとやってあげないと倒せないと。そこ大事ね。いいね。おっと、いいね。つったのに倒せんかったか。はい、じゃあボスやっていきましょう。まあ、バフもかかってるし、何の問題もね、と思ったけど、ルナか。ルナは初手壁に触れたいから、まあ、くるっと回って価値はまったらラッキーぐらいでいくか。多分、上坂とかは、ジャンヌタンで秒で終わるから、こういうムーブでいこう。短縮優先で。あ、いいね。思ったより決まったわ。さあ、こっからはね、キラー祭りです。って言ったんだけど、そっかそっか。お前ちょっと下にいるな。じゃあ、そんな時どうすればいいか？上に上げればいいんだよ。そう。これずるいよね。これ、ちゃんと公式が言ってたんだけど、これで今アップに入ったじゃん。このアップに入ってる位置だったら、ちゃんとアッポジキラ入るっていうね。強っ。そう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 。こういうのが俺は見たかったんだよ。アッポジにないならアッポジに上げればいいじゃんっていうね。圧倒的ゴリゴリ。はい、回復ごちそうさまです。もう一声回復したいけど、ここで SS はちょっとナンセンスだな。単純にこれはね、バフかけ状態の
強キャラって動きで。あ、やっぱでも軽くすごい見劣りするな。さっきが良すぎたってのもあるけどね。あ、2本レーザー食らいまする。うん。ん？ん？あ、耐性持ってないよね。なんか妙に硬い気がしたけど気のせいかな。うまい具合に2本当たんなかったのか。OK。短縮もかけ終わった。これでとりあえずね、次回またバフかけれるから、バフ無双は可能だね。はい、友情ドン。楽勝かよ。俺結構ね、初日苦労したんだけどな。ね、まあ、ケット氏がね、露骨にケット氏強いのにケット氏に対してのキラーを持ちっていう雑魚の編成だったから、そこら辺癒しいなと思ったけど、これうまく決めれるか俺に。う、いいね。いい、火力出てるよ。で、ドラパンちゃんは、ねえ、まあ、地雷返しでいいか。弱点を叩くわけでもなく、そう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 、それでいい、それでいい。で、あわよく言えば友情が弱点に、おっとっと、いいね。さあ、そしたらだ。行くぜ。お、でも逆側から、逆側から削るか、そんなに。すげえな、アッポジキラーとか考えた人天才っつうか、やりすぎな感じもするけど。じゃあバフかけ直します。ちょっと上に上がってくんねえかな。多分レーザー全部食らったらちょっとまずい、いくらドレインあっても。うん、まあこの HP なら耐えるでしょ、余裕。余裕じゃなかったな。ちょっとヒヤッとしたぜ。はい、オッケー。じゃあラスゲーやっていきましょうか。あー、シャクシャクだね、こりゃ。で、初手ドラパンね。でもこれあれか、ジャンヌが強いのもあるけど、やっぱルナのバフだな。ルナバフがでかすぎるんだって、あまりにも。だってパンドラ初日からいたからね。あ、なんかギリギリブロックに当たる気もしないでもないけど、いけるでしょ。あ、やっちゃった、やっちゃった。あー、やっちゃった。いやー、SS 打ちたかったなー。理想はね。キラー入ってる。ん？あー、そうか、勝ちだからか。雑な動きでいきたいな。ハマるんじゃなくて。よし、よし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 。友情も絡めた。OK、偉い。で、ルナッチです。OK、雑魚処理終わりました。さあ、ストライクショットだ。ストライクショット打たない方が強い気もしないでもないけど。だってもう元々アップポジンいるしね。ただやっぱ打ちたいじゃん、動画的には。あ、でも、普通に殴った方がこれ強かったな。やっぱ縦でカンカンカンのがダメージ出るね。いや、死ぬし。アップね、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 アップね。時代回収しよう。まあ、危なく負けかけたんだけど、負けなかったじゃんって感じで。ご視聴ありがとうございました。ハム太郎でございます。こっから負ける要素が一つも見当たりません。だってバフのかかったアッポジキラーがいるんだもん。はい、楽勝。じゃあ、ご視聴ありがとうございました。ハム太郎でございます。バイバイ。最初から昨日の動画ではこっちにすればよかったな。そう、グラトニールもね。ほんと1ヶ月でぶっ壊されたね。えらいよね、モンスターストライク。1ヶ月間にきっちり適正バンバンバンって出してきた。ただ、武田は弱かったけどね。当たり前だけど。じゃあ、バイバイ。